はようございます。ウェザーニュースキャスターの小牧優衣です。8月3日火曜日の全国の天気をお伝えします。今日は天気図には解析されない熱帯低気圧の影響で近畿や東海地方では雨が強まりそうです。北日本では晴れて暑さが厳しくなります。関東も湿った空気の影響で変わりやすい天気です。ではお天気を見ていきましょう。近畿や東海地方では朝から雨の降っているところが多く、この後も降り方が強まり雷を伴う恐れがあります。道路冠水の発生にも十分にご注意ください。四国や九州の太平洋側でも変わりやすい天気です。雨の強まり要注意です。その他のエリア、西日本では日差しが届きますが、九州北部ですとか瀬戸内エリアでは午後の天気の急変にはご注意ください。関東地方も晴れたり雨が降ったりと変わりやすい天気です。晴雨兼用の傘があると役立ちそうです。北日本では晴れるところが多くなり厳しい暑さです。北海道では日中のにわか雨、こちらにもお気をつけください。今日の予想最高気温を見ていきますと、各地30度を超えて真夏日となりそうですね。特に今日は東北南部や北陸を中心に厳しい暑さです。新潟、長野ともに35度を予想しており、危険な暑さです。熱中症対策はしっかりと行ってお過ごしください。沖縄は今日も雨が降ったりやんだりです。雨の強まり、雷雨にもお気をつけください。以上、全国の天気をお伝えしました。